ウナギとは、ウナギかウナギ属に属する魚類の総称である。世界中の熱帯から温帯にかけて分布する。日本ウナギ、大ウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギなど世界で19種類が確認されている。風船ウナギや電気ウナギ、タウナギなど外見は細長い体型をしていて、ウナギに似ている魚類には、分類学上では別のグループでもウナギの名を持つ種がある。 また、ヤツメウナギ、ヌタウナギは、甲骨魚類ですらなく、原始的な無学魚類に分類される。種類や地域によっては食用にされる。日本では主に、ニホンウナギで、かば焼きやウナ丼などの調理方法が考案されて、古くから食文化に深い関わりを持つ魚である。漁業、養殖ともに、日本では広く行われてきたが、近年は、国外からの輸入が増えている。 本項目では主に、うなぎの文化的側面について解説する。生物学的側面については、うなぎ顔参照のこと。泳ぎは、さほどうまくなく、遊泳速度は遅い。他の魚と異なり、蛇のように体を横にくねらせて波打たせることで、推進力を得る。このような遊泳方法は、蛇行型と呼ばれ、ウツボやハモ、アナゴなどうなぎと似た体型の魚に見られる。 一般的に淡水魚として知られているが、海で産卵、孵化を行い、淡水に遡ってくる、甲賀海湯という生活形態をとる。嗅覚は、非常に優れており犬に匹敵する。鱗はあるが、神秘の中に埋まった状態であり、体表は粘膜に覆われている。ウナギの生活史アメリカウナギアンギラロストロタの、若菜俗名アンギラは、ラテン語で、ウナギの胃。日本では、 奈良時代の万葉集に竹泣きとして見えるのが書質で、これがうなぎの故障である。京都大学がデジタル公開している万葉集では、万葉が名の隣に金書きがされており、竹泣きの箇所に胸着の金書きが当てられている。陰性期頃になって、うなぎという語形が登場し、その後定着した。そもそもの胸着の語源にはこの他に、 なぎの部分に着目してなどとする説もある。近畿地方の方言では、まむしと呼ぶ。夜間と題する江戸小話では、うが飲み込むのに難儀したから、うなん儀、うなん儀、うなぎといった地口が語られている。また、落語の枕には、うなぎを食べる習慣がなかった頃、小料理屋のおかみがうなぎ料理を出したところ、案外美味だったので、おないぎもう一つくれ、おないぎ、おなぎ、うなぎというものがある。 日本では重要な食用魚の一つで、年間11万トンものウナギが消費されている。生態となったウナギや、加工ウナギの輸入に加え、20世紀後半頃には、養殖技術が確立され、養殖に必要となる事業の輸入も行われるようになった。しかしながら野生のウナギの人気は根強く、釣りやハエ縄などで漁獲されている。さらにウナギに的を絞った伝統漁法も各地にある。 遊魚としての釣りにおいてはミミズ等を餌にした釣り方が一般的。うなぎは嗅覚に優れるため、一般的な収魚剤等、不自然な匂いのするものは食べない。よく釣れる、時間帯は一般に、日没から2時間前後だが、場所によっては、日没から日の出まで釣れる。餌釣りでの方法としては、ぶっこみ釣り、置釣り、穴釣り等があり、特に置釣りと、 穴釣りは、うなぎ以外には見られない釣り方である。ただ、うなぎ自体は、簡単に釣れるが、釣れる場所を見つけるのは簡単ではないのでうなぎを狙う。釣り人は、釣れる場所を、あまり公開したがらない。特に穴釣りは一度うなぎを釣った後でも、良い穴にはすぐに、また新しいうなぎが入るため、穴を覚える釣りである。また、河川ではなく、寄水域や外目に生息するうなぎは、 青うなぎと呼ばれ、川魚特有の臭みもなく非常に珍重される。特に、岡山県小島湾の青うなぎは有名である。2002年度、うさ漁港、ウ、さ漁港、川越漁港、広浦漁港、長井漁港、うなぎの養殖はまず、天然のシラスウナギを取ることから始まる。黒潮に乗って、日本沿岸にたどり着いたうなぎの子供、シラスウナギを大量に漁獲して、これを育てるのである。 養殖方法は日本ではビニールハウスを利用した養殖が主流である。台湾と中国南部の関東省では池を掘っただけの路地養殖。ハウス養殖はボイラーを炊いて水温を約摂氏30度に保っており成長を早めることができる。ただし養殖の家庭で餌を由来としたサルモネラ菌の汚染が発生している。現在商業化されているすべての 養殖うなぎは天然治療を育てたものであり、天然資源が枯渇すると養殖不可能となる。天然治療を必要としない受精卵からの養殖については完全養殖の功を参照のこと。日本のうなぎ養殖は1879年に東京深川で食産家であるハットリ・クラジローによって初めて試みられた。その後、1891年に 現在の静岡県湖西市で原田千恵門が7ヘクタールの池を作り、日本で初めて人工地での溶満を試みたほか、服部倉次郎ラジローも1897年に現在の浜松市西区にて溶満を始めている。これが後に日本の溶満の中心地となる浜名湖の養殖うなぎのルーツとなる。温暖な気候や地下水などうなぎの生育に適した環境に加え、 浜名湖や天竜川川口でシラスウナギが多く獲れたことがこの地で洋万業が盛んになった理由とされている。その後、浜名湖周辺を中心とした静岡県遠州地方のほか、愛知県三河地方、岐阜県、三重県中勢地方、鹿児島県、宮崎県などが主な生産地となり、大東亜戦争によって一時衰退するも戦後は概ね復興する。 2000年以降2013年までの間、都道府県別の養殖うなぎ収穫量は順位を変えながらも、鹿児島県、愛知県、宮崎県の3県が常にトップ3に位置しており、その下も静岡県、高知県、徳島県などが比較的安定した収穫量を維持している。しかし、日本全体で見れば2011年まではほぼ、 毎年約2万トン前後養殖されていたものが2012年以降減少に転じ2013年では約1万4千トンにまで減少している輸入品は台湾が20年以上の歴史を持っているが現在はヨーロッパウナギのシラスウナギを中国に輸入し養殖したウナギが主流である種類は日本では日本ウナギアンギラジャポニカのみで台湾ではアンギラジャポニカ 中国では、日本うなぎアンギラジャポニカとヨーロッパうなぎアンギラアンギラが8、2くらいである。文字税関博多税関支所によると、土曜の牛の日がある7月が年間を通して輸入量はピークになる。2005年は6月の輸入量に比べて、7月は2倍近くの139トンに増加していた。2006年は検査の強化や中国側が輸出を控えたため、 台湾産が増えている。2013年のデータでは、養殖生産量が全体の生産量の95%を占めているとされている。また、養殖うなぎと天然うなぎの見分け方として、一般的に胴回りが太く腹の色が黄色がかっているのが天然うなぎだとされるが、実際の天然うなぎは、生息環境や餌によって、色、模様、体型が 様々に変化するため、見た目で識別することは容易ではない。出所の不透明さが指摘される、香港産の日本うなぎの稚魚、シラスうなぎを日本が2018年12月と19年1月に、ケイクロットン輸入し、同じ期間に日本の養殖地に入れられた稚魚の約8割を占めていることが明らかになった。香港には、シラスうなぎ漁の実態がほとんどなく、 輸出を禁じる台湾などから不法に持ち出された可能性が高いと指摘されている。完全養殖うなぎの人工孵化は1973年に北海道大学において初めて成功し、2002年には三重県の水産総合研究センター養殖研究所が資料シラスうなぎに変態させることに世界で初めて成功した。しかし人工孵化と孵化直後養殖技術は未だ。 莫大な費用がかかり、成功率も低いため研究中で養殖種苗となるシラスウナギを海岸で捕獲し、生魚になるまで養殖する方法しか商業的には実現していない。自然界における個体数の減少、稚魚の減少にも直接つながっており、養殖産業自身も打撃を受けつつある。そうした中で2010年水産総合研究センターが 人工孵化したウナギを親ウナギに成長させ、さらに次の世代の稚魚を誕生させるという完全養殖に世界で初めて成功したと発表。25万個余りの卵が生まれ、このうち75%が孵化したと報じており、先に述べた稚魚の漁獲高現象もあって期待を集めている。だが、孵化直後の稚魚の餌の減量にサメの卵が必要で、 毎日水を入れ替えなければならず、人工環境ではほとんど、オスしか生まれないため産卵のために、ホルモンによるメス化が必要など、多くの課題が残されている。2012年には、マリンスノーが餌となることが突き止められた。また、ケイランやヤマメの清掃も餌になることが判明し、陽性は約9割が育つまでになった。しかし、2013年の現状では、 シラスウナギ一匹にかかるコストは、飼料代、設備投資、人件費、光熱費など1000円以下では無理だと言われている。水産庁は完全養殖の商業化の目標年を2020年としている。2019年には人口で育てたシラスウナギを民間の養殖業者に委託し、制御にするサイクルに初めて成功した。これにより安定したうなぎの生産につながると、 期待されている。資源量の減少日本うなぎ内水面漁業、養殖業業種別生産量、累年統計うなぎ資源は1970年代から減少を続けており、消費の99%以上を占める養殖うなぎに用いられる。シラスうなぎの日本国内での漁獲量はピーク時には200トンを超えていたが、2013年には5.2トンにまで落ち込んだ。 2013年2月には日本うなぎが環境省レッドリストに2014年6月には IUCN レッドリストに絶滅危惧種として選定された。絶滅危惧種またヨーロッパうなぎについては1990年代に事業、中華人民共和国で養殖し日本へ輸出する販路が定着し輸出が本格化すると資源は激減した。 2008年に IUCN レッドリストで絶滅危惧種に指定されており、口述するように2007年6月のワシントン条約第14回定約国会議において規制対象となることが決定。2009年3月からその効力が発生することとなった。うなぎの生態には未解明の部分があるため定かではないものの、減少の理由はなどが挙げられ、 とりわけ乱獲については、かつて世界のうなぎの7割を消費していた、日本の流通業界や消費者の責任が指摘されている。なお2007年以降は、中華人民共和国が最大の消費国となっており、2013年には世界における日本のうなぎ消費量は1割強にまで落ち込み、中華人民共和国の消費量が約7割となっている。2010年以降、 シラスウナギの不良が深刻化し、シラスウナギの価格が 1kg あたり300万円まで上昇した。こうした状況を受けて、水産庁は2012年6月、ウナギ緊急対策の実施を発表し、同年9月より、日本、中国、台湾の3社間で日本ウナギの国際資源管理をめぐって、非公式協議を進めている。一方2012年7月に、 日本ウナギが絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の取引規制対象として検討された際には農林水産大臣軍司明は規制されるほど枯渇していないと主張した資源管理の動きとは対照的に日本のシラスウナギは1960年代から密漁が続いており全体の5割以上が違法漁獲もしくは 闇市場を通じた取引であると指摘されている。また2012年7月には浜松市の業者によってアフリカ産ウナギが初輸入されることが報じられた。太平洋海岸周辺やインド洋海岸周辺に生息するビカーラダネも日本ウナギの代替として日本経済新聞に紹介されたが、その翌年の2014年に IUCN レッドリストにおいて純絶滅危惧種に指定された。 ビカーラダネの水産資源としての元々の量が少なく、生態の把握もなされておらず、現地の資源管理体制も整っていない状態で、日本が商業利用を検討したことが主な理由である。アメリカウナギも日本ウナギの代替として、ヨーマン業者が商業利用を開始したことで、絶滅危惧種に指定された。三重大学の勝川俊夫は、こうした流れに対して、食べるだけ食べて、 資源が枯渇したら別の地域から輸入すれば良いというのは無責任だと批判している。グリーンピースはうなぎ加工品の調達はサプライチェーンが不透明極まりなくトレーサビリティに重大な欠陥があると警鐘を鳴らしている。2017年3月31日には生物種や資源としての日本うなぎの保全に取り組むため日本と台湾、韓国、 中国の研究者ら約100人が参加する東アジアうなぎ学会の設立総会が開かれた。輸出規制2007年 EU がヨーロッパうなぎの絶滅を危惧してシラスうなぎの輸出を規制する方針を発表しワシントン条約定約国会議で EU 案が可決取引規制が実施されヨーロッパからの輸出規制が始まった。また中華民国も 日本への過大な輸出に対して現地の養殖業者が輸出規制を要望している。日本側も日本産、シラスウナギで成り立っている業者と輸入物に頼る業者の利害対立があり、一致した意見表明ができない状況になっている。そのため、全般的にウナギの価格高騰が持続している。また輸出規制が始まったにもかかわらず、ヨーロッパウナギの稚魚の調達は続いており、 うなぎカバや秋の DNA 鑑定から相変わらず違法輸出入が指摘されている。各所から公表されている生産量と輸出量の数値を照らし合わせるとデータに相違があることが確認されており、全容の把握が困難となっている。食品ドス問題グリーンピースジャパンの調査では2017年6月4日に日本の大手小売事業者18社が廃棄した日本うなぎは 約2.7トンと推計され、日本うなぎが売れ残りなどを理由に大量廃棄され、無駄な消費となっていると発表した。代用品うなぎの保護や価格上昇への対応として、日本ではうなぎの輝きに食感や味、香りが似た代用品の開発、利用が試みられている。カズマまぼこは、うなぎ以外の魚すりミネリもの製品を発売。パンガシウス科の生ず肉も、 かば焼きとして販売されている。2019年、イオンはグループ各社で、これまでの豚バラ肉のかば焼きに加え、鮭のハラミのかば焼きとハラスのかば焼きの販売を開始した。うなぎのかば焼きうなぎは高タンパク、高ヒタミン A ビタミン B1 ビタミン B2、ビタミン D、ビタミン E や DHAEPA、ミネラルが豊富で消化も良く、日本では縄文時代の遺跡からも、 食用としたうなぎの骨が出土している。日本料理の食材としても重要で、うなぎ屋と呼ばれるうなぎ料理の専門店も多い。川に生息地の水の匂いや餌の匂いが残っているため、天然、養殖を問わずきれいな水に1から2日入れて、泥抜き臭み抜きをしたものを料理する。夏バテを防ぐためにうなぎを食べる習慣は、日本では大変古く、万葉集にまでその痕跡を遡る。 以下の歌は、大友やかもちによる。うなぎは、うなぎの故系。痩せ人をあざける歌二種席マロに割れ物を申す夏痩せに、よしというものそむなぎ取り食生やせす。痩せずもいければアラムを、旗や、旗むなぎを取ると、川に流るな本格的に食べ物として定着してきたのは、徳川家康の時代に、江戸を開発した際、干拓によってできた湿地に、うなぎが住み着くようになったため、 うなぎは労働者の食べ物となった。当時は、かば焼きの文字通り、かばの穂のようにぶつ切りにしたうなぎを串に刺して焼いただけという食べ方で、値段もそばと変わらなかった。江戸で濃い口醤油が開発されるとうなぎをタレで味付けして食べるようになった。現在のように開いて、タレにつけて焼くようになったのは、上方、江戸とも、享保の頃と思われる。 そばほど徹底した美学はないものの、うなぎ屋でせかすのは野暮、ば焼きが出てくるまでは、新子で酒を飲むなど、江戸っ子にとっては、一家ことある食べ物でもある。出前も行われており、その後は冷めにくいようにと丼に蓋をするようになり、またその後に、うなぎ屋、十箱から十箱を使用することも始まった。土曜の牛の日や夏バテ予防に食べられるが、うなぎの旬は、冬眠に備えて、 ミニ養分を蓄える晩秋から初冬にかけての時期で、秋から春に比べても夏のものは味が落ちる。また、日本における疲労研究の第一人者である、大阪市立大学大学院特任教授の梶本治おさみによれば、食肉など栄養価の高いものを食することが当たり前になった現代においては、エネルギーやビタミン等の栄養不足が原因で、夏バテになることは考えにくく、 夏バテ防止のためにうなぎを食べるという行為は、医学的根拠に乏しいとされ、効果があまりないとしている。うなぎの血液は、育シをトキシンを含み人及びその他の哺乳類に対して有毒である。ただし、この毒は100系だのタンパク質であり、摂取60度で5分以上加熱すれば変性して、毒性を失うため、加熱調理した分には危険はない。うなぎの血清に由来する毒素は、 アナフィラキシーの発見により、ノーベル賞を受賞したシャルル・ロベール・リシェに使用された。古くから、うなぎと梅干しは、食い合わせが悪いとされる。これは、食品の代表的な例として挙げられることが多いが、貝原駅圏の養生君にも記載がなく、江戸時代中期以降に広まった日本固有の俗進と考えられる。異科学的な根拠は見出せない。 実際にはうなぎを食べた後に梅干しを食べることにより、梅干しの酸味がうなぎの油を緩和する効果があるため、食い合わせは良いという。中華人民共和国はうなぎを日本の他マレーシア、フィリピン、タイなど合計50カ国以上に輸出している。中国の国内消費量も伸び、年間1万トンに達している。法日旅行でうなぎ料理に触れた。 中国人が増えたことなどが背景とみられる。かば焼きのほか、うなぎピザなどが飲食店で提供されており、専門店もある。アジアのほか、ヨーロッパでもイギリス、オランダやイタリアなどに、うなぎ食文化があり、内陸部でも、炭水うなぎを使った料理が存在する。古代ローマ人の好物でもあった。古代ローマではうなぎを背開きにし、魚醤と蜂蜜を混ぜたタレを塗りながら、 パピルスやハウチワで仰ぎつつ、炭で焼き、胡椒をかけて食べていた。医師ヒポクラテスは、うなぎの食べ過ぎなどによる肥満は、人間の体の最大の敵と著述している。古代ローマでもうなぎは、高価な料理であったらしい。一方、ユダヤやイスラームでは、ウロコのない魚は食べてはいけないという戒律から、近年までウロコが目立たないうなぎを食べることは、タブーとされていた。 うなぎを素材とする料理は多く、その地方独自の食文化によって様々な料理が発達している。好き嫌いなどの個人差はあるが、一般的には非日常的なごちそうであり、高級料理として扱われる。うな丼うな重、うざくフランスのワインを使用して煮込むマトロット、ドイツのアールズッペ、中華料理、韓国料理エスカベッシュ茹でるやく揚げるかのいずれかの、 方法で調理したうなぎを別途用意した漬け汁と合わせて食べる。ラテン系の地域ではエスカベッシュという名前でよく出てくる料理。2003年7月に中国産うなぎから合成抗菌剤エンドフロキサシンが10月に台湾産うなぎから合成抗菌剤スルファジミジンがそれぞれ検出され残留農薬に関する調査が厳重化され始める。2005年には ラディッシュ坊やが台湾産を国産と偽って販売し、しかもその蒲焼きから合成抗菌剤エンロフロキサシンが検出された。2007年6月29日、アメリカの FDA は中国産のうなぎ、エビ、ナマズの1、4に発がん物質が検出されたとして輸入方法を変更した。今までは検査なく輸入可能であったが、 第三者機関の証明書の添付を義務付けた。中国政府は自国の検査証明書で通関可能とするよう交渉中である。検出された物質のうちにトルフランとマラカイトグリーンは動物実験で発言性が確認され、中国でも魚介類への使用が禁止されている物質であった。マラカイトグリーンは以前に中国産のウナギから日本でも検出されたことがある。 うなぎの日本国内消費量をおよそ10万トンのうち、およそ6万トンは中国産であり、これをきっかけに日本国内でのうなぎの売れ行きは激減した。この検出事件に関して日本うなぎ輸入組合、森山隆理事長は、アメリカに輸入されたうなぎから蒸気の物質が検出されたものの、日本に輸入されている中国産うなぎは中国政府による検査、 各工場の自主検査、日本での命令検査をパスしており安全だ。うなぎが危ないと連日報道されて消費者の不安が煽られ、うなぎの売れ行きは激減している。いかに努力して安全なものにしているか実態を理解してほしいとコメントしている。中国側の検査の実情として、中国の国家品質監督検査検疫総局は2007年7月11日、 中国の食品会社41社の安全管理に問題があったとして輸出差し止めとした。このうち11社は日本向けに水産食品を輸出、そのうち5社はうなぎの輝きであった。これらの工場は日本の通関時に違反事例を起こしており、すでに日本への輸入は止められている。また15社は中国側の検疫手続きを免れていたことが判明している。 また森山隆理事長の所属する吉成食品株式会社は2007年7月に最近多数につき食品衛生法違反でうなぎ廃棄を命じられている。そんなこともあり2007年の土曜の牛の日の各コンビニやスーパーマーケットは前年に比べ値段は高くなったものの国産うなぎ仕様のうな重等をアピールしていた。 コープ札幌は2007年の土曜の牛の日の翌日になって2007年7月31日に日本水産の子会社に委託していた中国産うなぎから発言性のある抗菌剤を検出したと発表、回収を開始した。このうなぎはウェブ上では抗生物質などの薬品をほとんど使用していませんと宣伝され、店頭では コープ札幌で取り扱っているうなぎは報道等で取り上げられているうなぎとは別の商品なので安全ですと広告されていた。日本国内において国内産うなぎと称して販売されているうなぎの中にも実際には外国産と表示すべきものがあり台湾から輸入したうなぎに愛知三河一色産うなぎブランドを付して流通させていたという事例があった。 これを受け2008年6月18日、農水省は、そのようなうなぎがジャス法に違反しているとして、業界団体等に適正な表示を依頼する文書を発出した。また、グリーンピースジャパンが2017年秋に実施した DNA 検査によると、日本うなぎとして販売されていたうなぎが別種のアメリカうなぎだった例もあったという。ありがとうございます。